おはよう、キリストくん。ごめんなさい、朝。どうしたの？レーザークリニックやってる時で相談がありまして。はい。あの、いいですか、相談させていただいて。一発目だね、相談相手。あ、すまん。うん。で、ちなみに、うん、あの、これね、藤沢リスナーさんにも相談時間いただいてるんで。はい。あのですね、藤沢リスナーさんにプレゼントをね、渡すのを名目でちょっとね、相談があるんですよ。はい、何でしょうか。あの、理由は聞かないでほしいんですけど。はい。とある配信者、あの、生活保護じゃないわ。養育費を払ってなくて、それをずっと詰めてんのよね。はいはい。で、その配信者がずっと逃げてて。相沢幸喜さんですか？あ、違う？それ正解。違う違う。あの、男性の配信者やねんけど。ヒノピー君？あ、よくお分かりで。あ、今、コメントで。ヒノピー君ってそうなの？そうそうそう。で、あの、裁判の資料とかも全部出してんのよ。うん。で、もう子供何人もおってずっと逃げ続けてて、誰も、そうなんだ。うん。で、まあ、それで、まあ、バトルして、勝ったら引退しろよって言ったよ。うん。で、それからも逃げられて、ついに、俺のフォロワーをお前のリスナーが超えたらいいよって言ってきたよね。うん。ほんなら引退してやると。で、うん、超えへんかったら、イキリスお前引退しろってなったよ。あっちが言ってきたのね。そうそう。で、もうどんな条件にも飲めへんから、俺それ飲んだんよね。うん。で、向こうが4461人で、それを超えたら、向こう引退なよ。うん。で、ちょっとお願いがありまして。はい。藤沢リスナーさんたちに僕から甘ギフを配るんで。え？いや、藤沢に振り込んで、それ勝手にあの、配ってあげて。うん。ちょっとね、うちのリスナーの、あの、明日そのアカウント爆破するから、うん。フォロー解除とかもしなくていいんですよ。うん。ぜひフォローお願いしたいなと思いまして。何のフォロー？アカウントフォロー。イキリストくんのどこのフォロー？今コメント欄におんねんけど、俺の。うん。テルっていう、あのピンクのサムネなんやけど。それがイキリストくんのアカウントってこと？のアカウント、だから俺のリスナーのアカウントやねんけど、これを超えたら引退っていう。どれ？テルイキリストサブアカってあると思う、これ。全然わかんないんだけど。あ、ちょっとあの ID 送っていいじゃん。うん。ちょっとこれをフォローしてほしいんですよ。でね、ちょっと甘ギフね、いくらぐらいがいいです？え、何人にってこと？これ4461超えればいいんよ。だから今何人？今ね、1000人ぐらい。3000人増やすのって大変じゃね。いや、その分甘ギフいきます。甘ギフもらえるんだって。本当にもらえるの？いや、それ、あの、今日振り込む。今振り込む。どこに？いや、あなたの。知ってんの？私の口座。いや、教えてほしい。何人にってことかな？ 10 万円？いや、それは少ない。もっと大きくいこう。100万円？いや、それがやりすぎや。今、とりあえず ID 送ったんよ。うん。これのふわっちを登録してほしい。あの、フォローだけでいいです。R4 つに22。これをふわっちで、ちょっとあの、藤沢リスナーさんにお願いしたいなと思いまして。ちょっと待ってね。はい。あ、このテルイキリストサブアカって人？あ、それ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 。ちょっと待ってね、これ画面出すね、じゃん。いや、ありがとうございます。でもそういうズルしていいの？あ、何でもいいって言ってたんで。何でもいいの？でもちろん協力してくれる藤沢リスナーさんに、ちゃんと対価を教えらないといけないと思うんでね。それはそちらでね、抽選してください。どんなやり方でもいいんで。これをフォローだって、みんな。ちょっといいですか？フォローしてください、これを。いや、ありがとうございます。甘ギフが当たるんだってよ。いや、それ藤沢がやってね。え？あの、枠内でプレゼントしてあげて。私がみんなにあげればいいの？抽選会みたいな。そう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 。多分大変やろと思うけど。1万円一人でいいんじゃない？いや、それはダメ。だ9万円は私が総取りみたいな。10万円で、9万円は私、1万円はリスナーさん。金あるだって私に得がないじゃん。だってリスナーさんも得あるけど。じゃあ、5万円藤沢。で、15万円リスナーさん。15万円私がいい。
ちょ、なんでやねん。で、リスナーさんに5人に1万円。ちゃう。なんでだってあの、50万って言うと45万私とか言いそうやもんな。で、10万円でいいから5万円私、リスナーさんは5万円でいいんじゃない？切りよく。いや、ダメ、もっとリスナー、だからそれやったら15万円と5万円でいいよ。え、これ、バンにならないでしょ？だって、これアカウントフォローだったら。ならない。誘導じゃないもん。企画費として、俺が藤沢のスポンサーよ、要は。規約違反とか言ってる人いるけど。いやいや、ならないよ。なんで？プレゼント企画って規約違反なの？全然。誘導って何？ちょっとフォローいいですか？この R4 つに22ふわっちゃかんと。フォローするだけでしょ。だってツイッターのフォローしてねと一緒じゃん、これだって。フォローするだけ。うん。だツイッターのフォローしてね、YouTube チャンネル登録してねと一緒じゃない？これ。そう。同じでしょ？あ、僕のフォローじゃないですよ、藤沢リスナーさん。あの、このイキリストサバーガーのコメント欄にあるやつをフォローしてほしいんですよ。コメント欄というか今画面に出てるやつでしょ、この。そう。おい、藤沢叩きやめろよ、お前ら。え？おい。私が叩かれてんの？銭ゲバすぎるだろ、当たり前やろ。金銭が発生したらダメって言ってるけど、なんで？プレゼント企画でしょ？私もやってるよ。いや、センサーピックにあれ、ちょっと2000人まで行きたいですね、これ。今何人行ったの？今1300。無理じゃねえもん。あ、それ400。ちょっと配ってあげてよ、それ。だね。怪しいからみんなやんないでしょ、多分。怪しいと思ってんで、ね、なんか意味がわかんないし、みたいな。え、だからフォローするだけ。で、あの、フォロワーが勝てば、向こう引退なんですよ。多分ね、探すのもめんどくさいなと思うよ、うちのリスナー。わざわざ手を動かして。あ、今僕の画面にいます。いる？はい。このピンクのサムネ。うん。で、明日にはこの、みんな早くフォローして、これずっとやるからね、みんなね。早くチャット増やしてもめんどくさいかな。これのフォロワーが勝てば、ヒロピが引退なんですよ。まあ、ヒロピ君は別に私は何も揉めてもないしな、別に。わずらわせるんで、ちょっとあの、天城府ね、抽選、藤沢枠でやってあげてよ、藤沢さん。やるけど、もう早くみんなやっても、みんながしないと私も終わんないんだよね、これね。1500いった、いく！いいんじゃない ?1500 でも。いや、ちょっと2000で。2000までいって、なんと500人フォローして早く、ちょっと企画が進まないんで、マジで。あ、ごめん。あと、あの、藤沢さん。ん？あの、その、お香の方を送っといてください。お香さん。ああ、あとでね、ちょっと今。いや、今の方がいいと思う。あの、信憑性ないから。ええー、あとでいいんやったら、あとででもいいけど。ああ、そのね、ちゃんと振り込んだっていうのね。そう。このテルドルをね、ぜひフォローしてください、皆さん。コメント欄にいる。キリストクに送ればいいの？オムザ番号ね。で、ちょっと明日、あの、やってあげて、それ。企画にしてください。待って、はい。あ、送りましたよ。で、電話、これもあの、送ったら、じゃあ電話切りますね。はい。それは私がプレゼント企画でやればいいんでしょ？あ、してください、ぜひ。うん。プレゼント企画ってことでしょ？これ、リスナーさんに対する。そう。嫌かな？ん？リスナーさん。なんかすごい荒れてんだけど。なんで？わかんない。怒ってる。でも優しい藤沢リスナーさん、あの、めっちゃフォローしてくれてる。いや、ありがとうございます。この、あの、ピンクのアカウントフォローしてください。怒った？いや、待て、今、あの、番号入れてる。僕はガチやからね、これ。まあ、ガチだの分かるけど、でも、ヒノピー君は大丈夫なの？いや、なんでもありやから。
だからこれをフォローしたらプレゼント企画ってことでしょ、私が。そう。で、明日仕上げてこれ。頭痛くなっちゃったの。あ、ここのピンクのアカウントです、ピンクの。だみんながフォローしないと終わんないっつって、早くやってよ、マジでみんなが。わかってるでしょ、後で解除すればいいんだよ。あ、このピンクのアカウントです、テルドルです。藤沢さん、はい、あの完了したで。本当で見てみるね。はい、本名で、本名でね、反映されるのこれすぐ多分5分10分とかで。ちょっと待って今見てみる。あ、モンジュリさんからあります1800、ちょっと2000までお願いします。あ、まだ来てないね、まだ来てない。あ、少し置くとこか。うん、オッケーオッケー。詐欺でもなんでもないっしょ。詐欺行為じゃなくない？フォローだってみんなも金取られてないんだから。いや、ぜひね、あのモンジュエリスナーさんね、天城を当たるように祈ってます。はい、規約違反じゃないし、だってプレゼント企画ってみんなやってるっしょ。やってない他の人たちも。天城をあげますよとか、フォローしてくれたらあげますよとか。あの、この僕のフォローじゃなくて、このテルドル、ちょ、テルコメント、あ、これです。何も違反じゃないよね。リスナーから金を取ってるわけじゃないし。こちらをね、ぜひね、お願いします。ヒノピーを逆にフォローしてる人いるんだけど。あ、ヒノピーはフォローしても一緒よ。4400。この人は誰なの、このテルっていう人も。で、これを、お前、じゃあ俺のフォロワーを超えたら俺が引退してるよってヒノピーから言ってきたよ。あ、これは何？キリスト君のアカウントなのこれ。いや、これ俺のリスナー。だからあいつ、リスナーに噛みついて、その、俺のリスナーがヒノピーのフォロワー数に勝てば引退するって言ったよ。ほー。そうそうそう。なんかよくわかんないね。うん。で、ヒノピー君はどんぐらいいってんの今。いや、あの、4461を超えたらいい。今何人？今もう2000やね。あと2000人？ 1945。 1945？ ななちゃん。うん。俺買った暁には、神奈川県行っちゃう俺。来なくていいんだけど。え？今好きな人いるし。え？ごめんね。え？今ね、おしょうくんって人が好きなんだよ。俺じゃなくて？うん。あの、お茶バク投げたくても俺 A 番やから投げられへんのよね。あ、ツイキャス？そう。あ、そうなんだ。キリストが嫌いじゃないけど、うん。なんかちょっとうざい。今企画の時間なんだよ、マジで。あ、すいません。もうなんかみんな早くして、もう本当に時間奪ったとして、ちょっとあの明日配ってあげて。じゃあハトもうざいんだよね、いきなりバーって来たんで、イギリスとかどうのこうのってさ。あ、ちょっとあの俺が飛ばしちゃった、ごめんなさい。うーん、仕方すればよかったわ。もうごめん。いや、でもありがとう、ありがとうございます藤沢、満足、こんぐらいで満足、めちゃくちゃ満足、満足満足ってさ。はい、あのこのテルドルをぜひフォローお願いします、コメント欄にいる。オッケー、もういい？イギリス君。うん、じゃあ配ってあげてね。あの、送っといたから写真。わかりました、はい。ありがとうございました。はーい。はい、失礼します。え？え？20万円も振り込まれてんだけど。みんな。20万。今ので。じゃあこれはリスナーさんにプレゼント企画をすればいいんだね。だから199,999円、私のもの。リスナー様は1円。1人。ナンバーワンの人。で、結局リスナーさんも手を動かしてるけど、結局私が主導権あるじゃん。だってそうじゃない？私のとこで宣伝してんだから私のリスナーだし、私がもらって当たり前じゃない？ギャラとして企画潰されてるし、みたいな。ん？
詐欺になんなんじゃん、そのフォローしてみたいなさ、プレゼント企画で詐欺になんのそれって、フォローしてねって。別にだって損得はないじゃん、だってフォローしてる方はならないよね。だって無料でやってんだから、ボタンをポチッと押すだけだから、まあ時間は取ってるけどね。うん、なんでおすすめ規制になってるの、なるわけないじゃん。別にリスナーさんを騙してるわけで、みんなは何もゼロなんだから。よくあるよね、このチャンネル登録したらその中で抽選してプレゼントあげますとかね、よくある手口じゃない。フォロワーが1万人超えたらマギフを配りますとか、 YouTube とかでもやってんじゃん。そういうキャストでもあるよね。じゃあお金をあげるわけじゃないじゃん、現金をあげるわけじゃないじゃん、天岐阜に返還するってことでしょ、私が受け取って。それは何ら問題ないんじゃないかな。じゃあもう返す、めんどくさいかな、めんどくせえんだけど、もう返金する。で、ヒノピーくんからまたかかってきたけど、もう、はい。ナナちゃん。久しぶり、ヒノピーくん。久しぶり、ナナちゃん。なんかね、今、キリストくんから電話あって、なんか手伝ってほしいみたいな。ああ。ちょっとよく状況が。とある配信者をフォローしてくれみたいな。そうそう。サブアカみたいな。テル。なんで？え、わかんない。なんかそういう話になったかな？なんか理由ないよね、それに関して。なんかとりあえずヒノピーが引退みたいなのは、一応聞いたけど。なんか勝負をしてんでしょ？それで負けたら引退なんでしょ？ 4000 フォロワーがいかなかったの。そう、だからイキリストみたいな、うん、そのナナちゃんのその企画もわかってないし、普段から見てないやつが、あの、モンジョリチート使おうと思って、うん、今なんか電話してたの、うん、俺と勝負しちゃったから4461人、もともと50人しかフォロワーがいない人を、俺だったら増やせるわ、お前それで負けたら俺の前でひざまずいて本当にアカウント消せよみたいなこと言ってきたから、ちょっとなんか趣旨違うんだよ。モノマネね、今の。そうそうそう、本人かと思って似てない。ズバッと決まった、気持ちいい、ナイスや、おのしめっちゃ似てんだけど。本当？隣にいるのかと思ったもん。いやいやいや、ちょっと企画やってくれてるから、その配信も見たいから、俺も配信切りたいねんけど。うん。で、ヒノピー君的にはイキリストに加担するなんてこと？私が。そう、関わんない方がいいよってことを忠告してくれてんの？警告を。いや、というより、お互いに欠けてるものがあるから、ナナちゃんの判断でそれはやってくれたらいいねんけど。あ、で、手を加えない方がいい？まあ本来ならお互いにやっぱ男同士の勝負やから、女性がここに加わってしまうと、みたいな、うん、でもね、20万円振り込まれちゃったんだけど。まあだとしても奈々ちゃん次第じゃない、それを返すか返さないかも奈々ちゃん次第だし。返す必要あるのかな、全部時間を取られた分、私の時給みたいな。返さずに、例えば藤沢奈々ちゃん、まあそのモンジョリリスナーさんたちに、うん、今フォローしてって言った上で、うん、フォロワーが増えて、じゃあその、なんていうっけ、テル S さんが、うん、まあ、例えば俺のリスナー、まあ、フォロワー数を超えましたと。うん、でも、0時前にそれが全部切られていくっていうのもちょっと見たいのはあるんだよね。ああ、そういうことね。そう、それってでもリスナーさん次第だから別にいいんじゃないと思うんだけど。うん、でもさ、このことの発端はなんかヒノピ君の身辺の話からこうなってんでしょ？ないないない。養育費を。向こうからふっかけられたやつよ、これ。なんでそんな、それは本当じゃないの？それは多分持って話してると思う。持っては話してるけど、一部は本当なの？まあ一部で言うと、引退かかってるっていうのは本当かな。じゃあ、うん、そうね。まあだから、男同士の勝負だから、奈々ちゃんが手を加えるっていうのは、ちょっとやめてもらえた方がいいかなと。で、電話も切ってって言って、めちゃくちゃコメント来てるから、うん。まあ多分そっちのリスナーさんもそう思ってると思うし、
じゃあ私が今ヒノピー君にキリスト君からもらった20万円を振り込むよ、ヒノピー君に。それで養育払えば？え、いいの？うん。私いらないんで。それは払っちゃう。それでいいんじゃない？イキリスト君のお金を養育費。え、めっちゃいい。払う？え、いくら払ってんの？ちなみに。月3万だけど。月3万円だったら払えるっしょ。払えばいいじゃん。いや、20万きついもん。え？ 20 万じゃなくて月3万円でしょ？そう。全然払えるじゃん。いやでも20万全部振り込んだら多分さすがに俺も叩かれなくなると思うから、すごいありがたいよ。ヒノピー君に振り込んだな。それを養育費に？そうそうそう、養育費に当てちゃう。なんでそんな粘着されてんの、イキリスト君に。なんか歯がないっていじったらめちゃくちゃ叩き始めた。あ、それで別に養育費とかじゃなく そっから始まってんのね。歯がなしで。そう。あ、でも養育費が始まりだよ。ああ。勝手に突っ込んできて、お前元嫁いるだろうとか、子供何人いるだろうって。関係のない話だけどね。全く彼にはね。でもイキリスト君的には事実と違うから詰めようと思ってんじゃないの？まあだから俺が配信で話してることと、その彼の中で相違があるから俺に突っ込んできてるんだと思うけど、そもそもそのソースが何も出てないからさ、俺も話しようがないのよ。でもなんか書類とか調べたって言ってたよ。だとしたら元嫁の名前はとか聞いてんのよ。俺が例えばその元嫁がいるんだったらモテてるっていう証拠になるから全然言いたいんだけど、でも彼何も出してくんないの。なんか止められてるから言えないんでみたいな。結局なんかいじれる要素があるやつを全部なんかこうなんていうの、ストックしてる状態。なるほどね。ぶっちゃけそれにその二人のことに私は関係あんのかな。そう、奈々ちゃんだからその今回のことに関しては本当に申し訳ないと俺は思って電話させてもらって、だから奈々ちゃんのリスナーさんがフォローしてるんであれば解除してってこと？まあ俺は0時までに、じゃあ今日の0時までって言ってるのよ。まだあるんで、それでそう解除して、でどっちかがまあアカウント潰すみたいな話になってるから、でも奈々ちゃんからしたらどっちもね、配信者として潰れてほしくないと思ってると思うし、まあ確かにどっちともね関係はあるからな。奈々ちゃんの意思は俺は尊重したいけど、でも俺がこうやって奈々ちゃんに電話することによってメンテナンスもあるから早くその企画潰さないで電話しないでみたいなことを言ってきてる人いるけど、そもそもの始まりを考えてほしいんだよ。誰がこれを潰してんのかっていうこと。まあ、イキリスト君からかかってきたからね。そう、いきなりでしょ。何の脈絡もなく、ナナちゃんが今から企画しようって言ってんのも関係なく電話が来た方がいいでしょ。それだって、当事者の俺も、やっぱ、ナナちゃんに話はしときたかったわけで。ああ、わかった、ヒノピ君。解決方法があった。ヒノピ君も私20万振り込んで。今すぐ。口座を送る。今すぐ。だってフェアじゃないじゃん。イキリストくんは20万円振り込んでくれた。でも明らかにイキリストくんにつくよ、今の感じだと。嘘でしょ、金で見てんの。じゃあフェアに見るんだったらね、差をつけん。後でさ、それはやるから、今日のことに関しては奈々ちゃんは一旦手引いてくんないかな。じゃあイキリストくんにも返金すると、私がリスナーさんに謝ればいいんだね。その時間も潰れたし、天岐阜も配れないと、フォローも解除してくださいって言えばいいの？天岐阜よくわかんないんだよ。だって直振りダメだからね、ふわっちは。あ？直振りじゃないじゃん。私に振り込まれて私がリスナーさんにあげるんだもん。あ、天岐阜を？プレゼント企画としてね。でも、裏でお金のやり取りがあるとふわっちは規約違反になるのよ。え、そうなの？そう、天岐阜だろうが関係ないの。裏？新しくルールが改定されてるからさ。それって配信者同士の貸し借りもダメってこと？それはいける。
じゃあ大丈夫じゃない？キリスト君。配信者に還元するのそれ。じゃあ私が還元するの、ツイキャスで。でも、奈々ちゃんに直振りすることを言ってるんでしょ、彼は。いや、もう直振りされたよ。20万円もいた、ね、預かってる。直振りされたの？そうだよ。え？直振りされたの、今。うん。あら。ちょっとこれまずいですよ。なんで？キャスでは大丈夫だと思うけど。うん。ご本人、ふわっち配信者なんで、これ規約違反なんですよ、直振りは。配信者にも？うん、ダメ。それプレゼント企画の費用だよってあげることもダメなの？ダメなの。預かってる状態でも。ダメ。そうなの？そう。直振りがダメなの。ってことは？何もなくあいつが消えちゃうかもしれません。だから、奈々ちゃんはそれ返した方がいいよ。あ、逆にね、イキリスト君が赤番になっちゃうから、うん、私はじゃあ返した方がいいね。そうそうそう、正々堂々勝負した上で消すならいいけど、みたいな。でも返したくない時は？あいつが潰れるだけだよ。でもさ、それはもう、その行為自体は行ってるから、どっちにせよなるんだったらなるんじゃない？返しても返せなくても。まあ、どうなんだろうね。行為自体は行っちゃってんだかな。声明出しちゃってるから。そんだけリスナーさんがいる中ね。だったら返さない方がいいんじゃない？まあそうだね。もらえるもんもらっといた方がいいかもね。どうしたらいいの本当に。ちょっとリスナーさんと喋ってみようかな。うんうんうん。どうしたらいいか。ちょっといい？ひろびくん。ちょっとまた後で連絡するわ。よかった。ありがとう。ごめんね。後でかけるね。また。ごめんね。うん。はい。はーい。ありがとう。さあみんなどうしたらいいと思う？今お金はイキリスト君かな、振り込まれてると20万円で、実際振り込まれてるの本当に。実際ね、そのプレゼント企画用に私の口座を送って、あ、振り込まれてるね、翔平さんから振り込まれてるの。返した方がいいの？返金した方がいいってこと？翔平に。これ何？ヒノピー君は嘘をついてるわけ？そのなんか養育費を払ってないとかなんちゃらかんちゃらなんか言ってたけどさ、一部の話だよって。どこまでが本当なの？払ってないことは払ってないんだ、その養育費。そのなんかいっぱい嫁がいるみたいなこと言ってたじゃん。あ、いっぱい子供がいるって、一人や二人じゃなくて、たくさん子供がいるみたいな、その。ん？ハーレムみたいな感じになってんの？まあまあまあ、でも、ふわっちの規約上、直振りはダメなんだよね、多分。その配信中に私、直振りをしたことは、規約違反には引っかかんのかな？ただ、狛江くんとか私お金貸したりとか振り込んでるよね。狛江くんの場合。狛江くんはあちこちに電話してね、配信中に借りたりとかしてんじゃん。あれも規約違反ってこと？お友達とか知り合いからお金を振り込んだりとか振り込み返したりとかね。じゃあみんなどうしたらいい？このままイキリストくんを応援するか。三つ選択肢があるよね。どうする？ちょっとアンケートで決める。まず一つ目は、イキリストくんの案を飲むことでね、お金を受け取って、それをみんなに、リスナーさんに還元すると。だ、還元パターンでね、一つ目。あ、でもこの2個でいいかな。還元をするか返金をするかで分かりやすくね。うん。キリスト君応援するか、それとももう関係ないよの二択だよね、この感じだと。じゃあアンケート取ります。このままね、還元をそのまま続行するか、返金をするか。でも返金する場合は、私はそのリスナーさんの時間を取っちゃったから謝んなきゃいけない、みんなにね。私が悪いから。うん。その還元の企画なくなっちゃったかな。うん、で
ちょっと寝かしとくとかいう案はどう？ 20 万円を10年ぐらい寝かして、21万円で返すみたいなさ。10年後に。利子で1万円、10年で1万円利子つけて、返金するみたいな。すぐ返して。え、だって20万円だよ。うっそーん。欲しいなぁ。無のとこからね、お金が今生まれた、さっきの話じゃないけどね。何もないとこはいきなり20万円ゲットしたかな、私はな。じゃ、還元はしないけど、私がもらう案もあるじゃん。ね？ね、企画を潰されてんだから、その20万円の価値はあるよね。そうでしょ？ね、私のギャラとして20万円ね、案件としていただくと、仕事として。出演料みたいな、その、医者料みたいな。いきにストくんから電話ちょっと待ってね。養分伊藤くんからも電話来てんだけど、ちょっと養分かな、先に。還元してあげて。もう返さなくていいから。いや、返すよ、返すよ。なんか気持ち悪いかな。え、じゃあじゃあ、ほんまに、時間取らしたし、企画してる最中に俺がかけたから。いや、それは私が謝ればいいし、みんなもいいよって言ってるよ。この前も、じゃあ俺何回か無料アイテムいっぱいもらってんのよ。藤沢リスナーさんから。それはそれとして、今回は別にみんなね、返せばいいよっていう話になってる。いや、俺何も返せてないから、その、還元してあげてください。それで総合1位とか取った時もあったからね。20万円。別にそういう意味も含めて、そう、ちょっと、でもさ、甘ぎん、返してあげて。でも返金した方がいいんじゃない？いや、いい。みんなも、いいって言ってんだから、それね、返金で。ええ、いいよ。じゃ、なんかもう、ゼロに戻りたいって感じ。30分前に。なんかめんどくさいんだよ。そしたらヒノピーがまた言ってくるし。じゃあそれやったら名目はいつも無料アイテムくださってるから、それのお礼として天城風、配ってる。そんなんみんないらないと思うよ、ぶっちゃけ。いるのみんな。いる。欲しくないと思うよ、多分。めんどくさいの。みんないらないって言ってるよ。返金でいいって。いや、いいよ、一回出したもんやし。そう。うん、いらんって言うんやったら。私もなんか気持ち悪いもんなって、イギリスとこが20万円振り込まれてんな。じゃあ、それでギャンブルしよう。なんの？いや、なんか増やしてよ。それ企画にして。企画費にすんの？増えちゃったらどうすんの？それね。増えたらちょっと美味しいご飯でも連れててよ、じゃあ。どうする？じゃあそうする？別の企画に使おう？じゃあなんか。イギリスとこからじゃあお預かりしたお金を増やしていくっていう企画にする？そう。で、どんどん増やしてほしい。それでいいの、みんな。うん。あ、そうしようだって。それで OK だって。で、企画に使ってください。それで藤沢リスナーさんらが、面白いんやったらそれでいい。ダメだって、ダメっていう人も多いな。全然いいよ、全然いいでしょ。面白いやろ。増えたら。返せっていう人多いね。やっぱ一回返そうかな。一回返そうかな。いらんって。もう口座教えへんし。え？教えないよ、口座。だって振り込みされてるからそこに返金すりゃいい話でしょ？それ結構あれ、組み戻しってこと？組み戻しってできんだっけ？なんで組み戻しって。でもこっち側からしかできないよ、それ。え、これ口座出てんじゃないの？振り込まれたってことは。出てない。こっちの口座情報はわからん。え、そうなの？振り込みって。そう、わからんよ。返せないんだ。え、わかんの？え、わかんない、私も。やった子は返したことないからな。それはわからんよ。こっちから振り込んだ口座の内容は。ちょっとみんなで考えてみるね、またね。ちょっとまとまってないかな。え、いいよ、もうそれは。もうほんま、企画で使って。え、なんか気持ち悪いもん、なんかその。どうしてでいいの、これ。じゃあもうあげる。好きに使って。嫌だ、それも嫌だって、なんか。なんで？そんなもらうことなんて、お世話なんて全然合ってないじゃん、キリストコント。え、違う違う、その無料アイテムとかも、この前も来てくださったしね。じゃ、名古屋で、ね、モーニングしたきり合ってなくない？あと、格闘技のイベントの時ぐらいじゃん。あ、じゃあ、あったらそれ、コラボで使ってよ、じゃあ。誰とも？キリストコントもってこと？そう、俺との。コラボをすんの？私たち20万円だよ。そう。どう？あ、それだっ
ったらいいの？それだと気持ち悪くない。で、一回返してそこでなんかご馳走してくれればいいんや。いやいや、それを全部使ったらいいやん、じゃあコラボ。俺9月に東京行かなあかんから、その時コラボお願いしていいじゃん。その20万円をね、そこで使うってこと？そうそうそう。じゃ一回返していいんじゃないの？だったら。ありがとうございます。いや、いいよいいよ。めんどくさいっつった今。違う、ありがとうございます。ありがとうございますって言ったのね。ちょっとじゃあみんなで考えてみるのはちょっとまとまってない感じだから。ごめんなさい。また連絡するね。うん、ありがとうね、ごめんね。はい。どうすんの、どうすんの？じゃあどうやって返せばいいの、これ。口座情報教えないって言ってんだけど。養分くんがなんか来てんね、電話。だんだんですけど、いいですか？養分くん、おはよう。おはようございます。なんか朝からなんか、ふわっちの人に巻き込まれてんだけど。あれ、今、クリニック中じゃないんですか？クリニック中なんだけど、別件でふわっちの人から相談あってね、配信者から。いや、私も相談あるんですよ。あ、養分くんも？はい。なんでしょうか？なんで、ああいうゴミ配信者ってあんなにつまらないんですか？どっちのこと言ってんのかな？いや、二人揃ってですね。キリストくんも、ヒノピーくんも？はい。なんでこんなにつまらないのかなって思って。やってることがいい意味ちょっとわかんないよね。はい。その対決でお金を使ったり、私を使ったりとか。結構やばいっすよね。ああいう人たちはどうしたらいいと思いますか？いなくなればいいってこと？いや、どうしたら良くなると思いますか、先生は。配信者としてうん。関わらない方がいいっすね。ああ、すいません、なんかすっきりしました。ありがとうございます。それだけ？はい。じゃあお金ね、20万円振り込まれちゃってるんですよ。養分先生に私が相談した。これは返金した方がいいの？もらっちゃったけど。ヒノピーに10万円欲しい。で、モンジュリが10万円。イケリスト君の20万円を総分担するってことね。うん。ちょっと養分君。わかった、じゃあ養分君。はーい。また今日ね。はーい。誰？はい。水道の工事？はい？お水が止まる。あ、わかりました。はーい。これってお金取られんの？水道が、ちょっと待って、おトイレ行きたい。先行っていい？待って。もしもし、まだ止まんないですか？お父さん？ちょっと今おトイレしたいんですけど、一回いいですか？あ、じゃあまた連絡します。お父さん、おしっこ終わりました。あ、出てるとダメなんですよ。はーい。出てると止めらんないんだね、今ね。出てる最初だと止めらんないんだって。あ、シャワー。あ、でも5分つってたよ。5分間だけ止めさせていただくみたいな。ちょっとお水も汲んどこうかな。ちょっとね、お水私よく飲むかな。ちょっとね、お水。だって5分間、あ、そっか、5分間なんか別に1巻。そうだよね。あ、でも一応置いとこうかな。一応ね、何かのためにね、5分間で何か起きるかもしれない、地震とか。だから結局、養分先生が言うには10万円、私がもらって10万円、ヒノピーに、っていう感じがいいんじゃないかって。それでいいのかな？何これ？